ソニーソニーグループソニーミュージックエンタテインメントソニーミュージックアソシエーテッドレコーズ級会社情報ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズはソニーミュージックレーベルズの社内レコードレーベル通称はアソシカシラ文字のスマー企画シナバ版の AI 等ソニーミュージックエンタテインメントグループの方角レーベルでは最もレーベル名が長く公式ツイッターのプロフィールも 名前が長いでおなじみとする。1998年4月、スマッチアソシエーテッドレコーズとして設立。当初のレーベル名表記は、ソニーミュージックエンターテイメントインクのみであり、明確なレーベル表記が実施されたのは1999年頃からで、ある。販売元は、SME インターメディアに委託されていたが、1999年4月より、 ソニーミュージックエンタテインメントに移管されている。2001年10月にソニーミュージックエンタテインメントの制作部門から株式会社ソニーミュージックアソシエーデッドレコーズとしてソニーミュージックジャパンインターナショナルソニーミュージックレコーズキューンレコードエピックレコードジャパンとともに分離2014年4月1日ソニーミュージックレコーズがレーベルビジネスグループの7社を 九州合併し、株式会社、ソニーミュージックレーベルズが発足。ソニーミュージックアソシエーテッドレコーズは、同社の社内レーベルとなる。企画品番の AI は、アソシエーテッドの A と I から引用されている。またロゴマークは、中心の S はスマッチ及び、ソニーミュージック、左側の A はアソシエーテッド、右側の R はレコーズから引用されている。 ありがとうございます。